冷やしが一番ダイレクトにこの麺の風味も強く感じましたし、冷たい麺の方が、風味もすごく出ますし、やっぱり麺の美味しさっていうのも感じられやすいのかなという、お客様からするとなぜこの麺なのかっていうのがないと弱くなっていくんだろうなという、中でもやっぱり冷やし中華はやっぱり一番美味しいというか合うなって、でもだったら果汁絞ったっていいんじゃないとか、まぜそばはやっぱり一番は発展性がありますね。冷たくても食べられるし、スープを入れても食べられるし、どんな雰囲気と改良してもいけると思うんで、ムーブメントを起こして、参道店さんを増やしていって、でのれんなどの設置をしてこう観光地につなげたいという思いで、ご当地ラーメンの開発に今後も臨んでいきたいと思います。